さあ、ついた。三人いるよな。いるけど。東の端より西、南西の端より北、北西の端より南東。あ？南西の端より北、北西の端より南東。同時に3点をカメラ越しに確認せよ。一方向からのみ暗号を映すものが映るかも。カメラが3ついるっぽい。3箇所同時にカメラ見ながら探す。え？むずくない？うん。ん？ですなぁ。ん？誰か。ごめんごめん。少人数チーム対応忘れてたよ。怒られちゃう。そっか、他のチームはもっと人数がいるから、こういう問題でも大丈夫だ。うん。死神アプリアップデートするからね。いや。お。うん。カメラ共有機能。チーム内の人とできるから、切り替えながら確認できるよ。役立て。はい。ていうか今日はサポート熱すぎない？うん。ある人から面倒見てって頼まれてるし。誰だ？はい。はい。南西に行った B とか。なぎさんは北西。あ、北東？北西か。で、フレットが東？うん、うん、まあ大丈夫かな。フレットとビートはちゃんと方角とかわかるかな。はい。一つのカメラにのみ暗号を示したものが映り込む。マジか。三方向から撮って、一つのカメラにしか映ってない人がいるってこと？マジで？この子怪しいけどね。いや、あの子でしょ。いないもんね、このカメラ。ここら辺にさ、黒い子。で？あ、ちょ、間違えた。ねえ、あの子怖いんだけど、この子だね。はい、これは分かりやすいんじゃない。なんか見えちゃったみたいな。はい、いないじゃん。カメラ越しでないと見えんのだよ。え、いないじゃん。東側からなら見えるのでは。はい。いた。ここにいるね、幽霊のよ。どういうこと？そこにあるダイイングメッセージみたいなのが答えだ。お亡くなりになってんじゃん。いい。知らねえで通りたくねえな。うん、なんとか文字は集まった。かなり時間が経ってる。急がないと。最後の問題だ。4つの文字で6マス埋める。ヒント、渋谷川から隅田川は違う。なんだ、インダ川、温田川、初めて聞いた。渋谷川から温田川を逆流し、宇田川から渋谷川へと流れる。あ？うん。渋谷川は渋谷駅の地下を流れて、温田川は渋谷川の上流、タワレコの下。
宇田川は宇田川町から千鳥屋歯科医館の下、渋谷駅のあたりで渋谷川と合流、スクランブル交差点でいい。うん、わかった。川をたどって文字を並べるの。え、わかんなかったんだけど。渋谷川から、温泉川に逆流だから、いいえ。いい。ええ。で、宇田川から渋谷川へ。いい、いい。ん？あ、違う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 。消したい。渋谷川は R か。R から始まってかな。R から始まって、温泉川まで来てんだよ。EA か。で、宇田川から渋谷川へだから、ER。リーパー。死神ってこと？ターゲット。おお、開いた。うん、なんかね、助けがずっとあってる、ね、スクランブル交差点です。ターゲットを倒して終わり。ん、あ、パノさんだ。早く出た方が。手伝いましょう。んうん、リンちゃんたち無事？私は出られた。まだなら手伝うけど。うん。ルインやピュアハートも出てる。ターゲット討伐お互い頑張りましょう。うん。オッケー。お、ゲロゲロマジック。なんだ？結局誰が助けてくれてるのかよくわかんなかった。ゲロゲロマジックが、これ、これか。ブラックホール。うわーすげえ。ダメージは入ってんのこれ。発生させて敵を吸い寄せ、中にいる敵にダメージ。敵同士を衝突させると大ダメージ。ああ。いいんじゃないっすか？攻撃した敵の HP が少ないとき与えるダメージが大きくは。どうしようかな。まあ、まあ、このまま行きましょうか。ドクドクパニック。さあね、せっかくここ来たんで買い物していきましょうか。お金をね。ようこそ、コニーコニーへ。はい。調達したんで、なんか、性能高いんですよね、ここ基本。なんだっけ。これはどうだい。おすすめですわ。ほんと。立ち青い。濃い。ああ、強いね、これ。高いけど。なんかズボンが多いな。とりあえず、じゃあ、買っていこうか。どっちも、これは、どうしようか。立ち青いを買って、うん。いつもながら素晴らしいセンスだ。クラシカルですわ。だって。で、これも買って、ヒアシンス。はい。あ、やべえ、もう ない、お金が。マジか。こんなところかな。はい。マジか。これアクセサリーか。あー、いやー、これ。あ、いえいえいえ、そんなに悩んでもらえて光栄だなって。あ全部いい風に言ってくれるね。はい。また待っているよ。ですわ。はい。あのね、好きかもしれない。ノリはね、すごく好きです。はい。装備変えましたね。で、いつの間にかこの帽子持ってたんで、これ多分前作でしきちゃんがね、装備してた、帽子だと思うんですけども、いつの間にか持ったんで装備させてます。強いんでね。で、あとはヒアシンスか。さっき買ったね。はい。で、あとはフレットに、この立ち青いを装備させて、あとは、この、トロコイシヒッピーバンド。これの方が今強いそうだったんで、今、前までつけてたやつよりね、変えました。で、あとはこのミドルカットブーツっていうね、
やつも持ってたんで買いましたね。ぐらいかな。はい、行きましょう。あ、ん？ん？クーボー。あ、会いたかったわけじゃねえけど、うん、聞いとくか。よし。なんか面白いね。はい。こっちから見つけるって初めてじゃない？こいつ。はい。この辺の監視か？楽な仕事だな。ついさつ急に調子に乗ってくるね。あ、ちょっとイライラしてるね。はい。その辺はどうでもいいが、ちょっと聞かせろ。あ、相手にしない感じで。いいね。おめえ、新宿死神だろ。うん。これ何なんだよ。バッチ。うん。ってだけじゃねえんだろ。生きてるやつ死神ゲームに呼んでどういうつもりだよ。さあ、あれ？よくわかってないみたいだね。経験者はさすがその辺に気づくか、偉いじゃないか。あ、うん。俺詳しいことはわかんない。うん。想像はつくけど、どっち？強い奴がいなくてシーバもゲームがつまんないでしょ。うん。ルビーのリーダーの戦いなんかずっと見られなかったし、面白い奴が友人に現れるのをのんびり待ってんのが嫌で、ある機能をバッチに入れ込んで RG にばらまいたんだ。ほう。じゃあこのバッチの本当の機能は、能力者のサイキックを無理やり引き出し、その力を利用して RG の存在を友人に変換する。うん、力があるやつは RG から友人に送り込まれるってこと。ああ、そっか。これだってことは力があるってことか。はい。本当に力がありゃ死神ゲームで結果が出るだろう。うん。うわぁ、すげぇ、無責任だね。ああ。はい、ゲームマスターは分かっててやってる。参加者はゲームで結果を出せばいい。それだけ。うわぁ。え、こういうことしていいの？亡くなっていない人を無理やり呼び寄せてんだよ。まあ、前作もそんな感じだったけどね。はい。強いやつを探してる。だからルウィンずっと一強だったから、そこに対抗できるやつを呼ぶために、さっきの機能を搭載したバッチをばらまいたのか。ほう。いいのかな、そういう。死神側にもルールはあるでしょうね。はい。うん。強い能力者に敗北を味わわせたい。どうでしょう。まあ、拮抗してくれるのが一番いいんじゃない？そのルウィンとね。うん。まあ、倒してくれればそれでいいし、負けてもね、盛り上がればそれでいいし、みたいな。なんて奴らだ。まあ、死神だからね。はい。この気配。恐竜じゃない？ん？邪魔者ですかの？これさ、止まる？これ、チェーンバインドで。すげえ、カエルを引き連れてる。チェーンバインド止まる？ダメじゃないの。どうしようか。うわお。平気かな。いや、意外に食らってないな。ちょっと待って。みんなちょっとリロードが早い。あれ？
待って、フレットいないんだけど。食われた。食われたな。ハム食われたんだよね。え、どうすんのこれ。全員食われたら終わりってこと？そんなダメージはないけど。やめてくれよ。はい。チェーンバインド効いてないしな。あ、入った入った入った。あ、フレット出た。いつ出てきたのお前。やべ、はい、静か静か。多分食べられてたんだよね。食べられて時間経過で戻ってきたってことか。はい、倒せたけど、この静かな時間嫌だ。はい、お、特殊進化っすね。ホクラレマグナムが、ん？気まぐれランチャー。あ。しゃあ、倒した！結構ポイント稼いだろ。ミッション、他のチームに負けてなかった。カノンしか、たびたび手助けがありましたな。なーに？誰かと協力なんかしてんの？汚い手を使い始めた？死神。そういう顔すんの生意気。ねえ、なんか面白いことあった？お前に話すと思ってんの？言わなくてもいいけど。とりあえず RG に戻れるように頑張ってるって感じだね。あ、そう。渋谷死神となんか話してんの？昨日からそこ気にしますな。あいつらに変な入れ知恵でもされてゲームがつまんなくなったらやだし。おめえらのやり方の方がよっぽどだ。もともと死神のゲームなんて胸クソ悪かったが、新宿効果でさらに悪くなってんな。褒めてんの？通知。標的討伐チームツイスターズ、トップチームはルイン。計算通りだな。予想通りくらいにしとこう。そこだけは同意。まあここまで来ると本当ゲームって何なのってなるよね。頑張る意味とかないやつ。死神がそう言っちゃう。このまんまだと RG に戻れそうにはないよね。うわ困ります。やり残したことがワイにはある。あっそう、かわいそう。シーバの目的って何なんだよ。ルーイン以外を潰したいだけか。知らないし。そうだな、お前下っ端だもんな。攻めますな。イラついてんだな。へえ、噛みついたりできんじゃない。そんな感じでもっと暴れてみ。ゲームも渋谷も変わるかもよ。参加してんなら荒れなきゃ、できないなら消滅しちゃって。バイ。今週もあと2日か。落とせんのかな最下位に。わかんないけど。リンド、そういえばスワローさんは？あ、聞いたよ、いろいろ。聞いたんだ。聞かないと思ってた。参加者だったの？うん、でも誰なのかはわかんなかった。うちのチームじゃないのは確か。まあそれは割と分かってたことじゃん。俺たちが今週で抜けたとして、次の一騎打ちでスワローさんが抜けられるか。かずっと相談に乗ってくれてたから、こういう形がいいのかどうか。まあさ、そういう話やめとこうぜ。気持ちはわかるわ、けどやるしかない。明日も頑張ろう、リンちゃん。まあそうだな。ねえ、うん、イグアナの名前も翔歌なんだよね、この人。誰だ？綾野、はい。ん？今日どうしてた？危ないことしてない？心配してんのかな？
でそう。へえ。気になることは、ゲームがまた荒れそうな感じ。もっと探り入れる報告もあって。うん。あ、なんかすごく、ああ、でもなんかキャラクター説明文にあったけど、信頼してる感じ。あれ？また現れた。情報と媚びを売り、